スウェーデンの伝統に従いザリガニをディルで調理ザリガニパーティーは北欧諸国およびアメリカ合衆国のルイジアナ州を中心とした南部で春から夏にかけて行われるザリガニを食べ飲酒をする行事のことヨーロッパのものはスウェーデンが発祥の地でフィンランドへも広まったヨーロッパでのパーティーはおおむね8月中に行われるがこれは20世紀に入ってからザリガニ量が バンカまでとなったためである。しかし地元で取れるヨーロッパザリガニは高価なため、実際には冷凍で大量に輸入される。内田ザリガニが多くを占めている。ルイジアナ州のパーティーは英語でクローフィッシュボイルと呼ばれ、主に3月から7月まで行われる。冷凍のものは使わない。茹でたてのザリガニクラフトスコヨーバーの紙製ランプヨーロッパの場合、ザリガニは塩水で茹で、 新鮮なディルなどの香草で風味をつけ、茹でたザリガニは、冷めてから手づかみで食べる。ルイジアナ州の場合、主に塩、赤唐辛子、パプリカでできた香辛料に、玉ねぎ、ニンニク、レモンを加えた熱湯に、生きたままのザリガニを大量に投入し、茹でたてを食する。ザリガニの殻の中の味噌や茹で汁を音を立ててすする、ことは、マナーとして許されている。ヨーロッパでは、 アクアビットやその他に、スナップスなどのアルコール飲料、またはビールを、お供に、パン、味の濃いベステルボッテンチーズ、キノコのパイ、サラダが並ぶ。どちらも、基本的には、屋外で行われる。ヨーロッパの食卓には、紙製テーブルクロス、前掛け、コミカルな紙製帽子、ガツの男を模した紙製ランタンが用意される。ルイジアナ州の場合、 一緒に茹でたトウモロコシやジャガイモなどとともにテーブルの上に置いた新聞紙の上に広げて好きな分量を取って食べる。春を迎えるのがその前後であることからイースターの休日に行われることが多い。どちらも屋外で飲んで楽しむ伝統的な行事である。ありがとうございます。